こんばんは、相場塾の久保です。いつも FX の相場解説ご覧いただきましてありがとうございます。そして今回もね、メッセージをいただきました。私もこうやってね、メッセージをいただくと非常に参考になることが多いんですよね。例えば伝えやすいように伝えているかなとか、受け取りやすいように解釈しやすいようにお見せできているかなってことなんですよね。ですので、もっともっとね、私も伝えやすく、分かりやすく解説していくことに、やっぱりね、これから気をつけていこうかと思います。で、本日なんですけども、ボラティティがだいぶちっちゃくなってきて、そこからね、ブレイクが起きるってことを話しました。現在ブレイクが起きていると私は解釈してますね。それはね、上の方に抜けていく流れですね。で、今、3本のアリゲーターラインがこう広がりながら今形成されてますので、これはですね、夜のうちにズバッとね、上の方に抜けるんではないかなと考えております。で、まだエントリーはここからですね、ここからあともう21時ですね、今ね、ニューヨークタイムズになりましたね。まあこれはね、上昇するだろうと思います。上の方にズバッと抜けると思います。まあですんでね、それを踏まえながら別の時間軸を見ていきます。例えば4時間、上の方に上がるかなってところなんですけども、この4時間を見ても上昇する方に注目するべき点というのはね、一つ移動平均線が上がってますね。で、あと4時デイリーですね。デイリーの方を見てみると、これはデイリーは横ばいなんですけども、横ばいですね、デイリーはね。で、4時間ですね、4時間が上昇で、1時間が上昇に見えると。で、15分はまっすぐ上昇なんで、これは買いでいってもいいんじゃないかなと思います。じゃあいつ買いに入るかってことなんですけども、これはですね、15分足を見ていただくと分かるんですけども、107円の345を抜けた時に買いで入って、どこで取るかな、そうですね、20ピップスぐらいを取っていこうかなと思います。20ピップス狙いってことは、ロスカットラインが7ピップスあたりで組まないといけないですね。それを検討しながらね、エントリーしていこうかと思います。それでは明日の朝どうなってるかお楽しみに。それでは失礼します。